42年前、新潟の海岸から突然姿を消しました。監視の目はどこにでもあるからな。我々の期待に背くような真似はするなよ。めぐみちゃん、元気にしていますか？本当にいつまでも助けることができなくてごめんなさいね。